総務省消防庁によりますと、先週月曜から日曜までの間に熱中症で救急搬送された人の数は全国で2053人に上りました。前の週の516人と比べておよそ4倍に急増していて、去年の同じ時期と比べても4倍近くに上っています。中でも日曜日に5月として観測史上初めて猛暑日を記録した北海道では91人が搬送されたほか、日曜日まで3日連続で真夏日となった東京でも185人が搬送されました。全国で4人が死亡し、搬送された人の4割以上が65歳以上の高齢者です。3割近くが家の中にいて発症しており、消防庁では適切な室温調整とこまめな水分補給を呼びかけています。